インターネットレディオ goodair.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 GO! 3月10日、今日は何の日ですかい？おはようございます。3月10日でございます。本日も今日は何の日のコーナーをご紹介していきます。今日一日なんとなく過ごすんじゃなく、何か意味のある素敵な一日にしてもらいたいと、まあ、そんな思いでお届けしています。今日は何の日のコーナーです。さて、今日3月10日なんですけども、今日はすごいよ、むちゃくちゃあるんすよね。一気にまずご紹介してみましょう。今日3月10日は東京都平和の日、農産漁村女性の日、チベット民族放棄記念日、東海道山陽新幹線全通記念日か、はい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 、陸軍記念日、砂糖の日、佐渡の日、横浜三島の日、水戸の日、サボテンの日、ミントの日、ミルトンの日、グラシアの日、名古屋コーチンの日、タケノコの里の日、ミードの日、砂糖記念日、見合いの日、丸代のホタルイカの日で、パンケーキの日、アメリカンフライドポテトの日、バイナリーオプションの日、コッペパンの日、 Windows 10の日、スカイプロポーズの日、キャッシュレスの日、ミスズキと、まあ、たくさんありました。なんだよもう今日すごいな。ということで、今日ご紹介する何の日のコーナー、まあこれだけたくさんある中から今日僕ご紹介したいのは砂糖の日でございます。3月10日の語呂合わせで砂糖の日、今日は砂糖の日です。砂糖について啓発活動を実施しているお砂糖新時代推進協議会が2014年に制定したんだそうでございまして、まあもうほんと砂糖3で糖10、もうこれだけです。はい、これだけなんですよね。いやー、まあ僕らね、この太ってる人間からするとお砂糖大好きでございます。もう愛してやまないお砂糖なんですけれども、そんなお砂糖日本にいつ頃入ってきたのかなと思ってちょっと調べていたんですが、あのね、大体まあお砂糖って言うとサトウキビですよね。でそのサトウキビの原産地っていうのがどうもね、現在のニューギニア周辺の島々だと言われているんだそうです。まあ当地の伝説によると、若い漁師さんのなんかこの網にね、まあサトウキビが引っかかったんですって。で、あ、なんだこれと思って持ち帰って、でそれを植えてみると、ここからですよ、みるみる大きくなっていきまして、そのサトウキビのね、やつが大きくなって、なんとですね、茎の中からめっちゃ可愛い姉ちゃんが出てきたんですってかぐや姫かってで、その姉ちゃんとこの漁師さんがですね、結婚をいたしまして、たくさんの子供が生まれて、その家族が、まあ、人類の祖先となったという、まあ、いう説があるんだそうでございます。まあ、これがね、本当にニューギニア周辺の島々で実際に非常に歴史としても残っているそうでございまして、またサトウキビから姉ちゃんが出てきたというのは別ですよ、別なんですけれども、まあ、非常にねたくさん、残っているんだそうでございます。まあ、これがもともとって言われていて、そこからこの砂糖がインドに伝わってですね、でインドで、まあ、砂糖というものが全国に広まっていくと、まあ、もちろんシルクロードを通してということになるわけでございます。そうやってね、日本にも入ってきたそうでございます。日本への伝来は、唐のね、お坊さん鑑真っていうのがいましたね。日本に来るのが夢で、何度もね、失敗をしながら最後は盲目になって日本にやってきてお寺を建てた鑑真さんですけども、まあ、その鑑真さんが伝えたっていう説と遣唐使が持ち帰ったっていう説があるそうでございます。一応古い記録の中では最澄っていう、最澄って言ったら天台宗ですよ、覚えてますか、テスト出ますからね。その最澄の、が帰ってきた際にですね、まあ、大仏に対して、まあ、その献上した品の中に砂糖の記述が見られるということで、まあ、お砂糖、まあ、これが日本の歴史、まあ、平安時代ぐらい、から日本には入ってきたものなんだそうでございます。ちなみにね、お砂糖っていうと熊本にもですね、うちの近くの芦北町っていうところがあるんですけども、そちらに障害者の方の自立支援だとか、その家族の支援だとかっていうことをされていらっしゃいますバランチさんっていうね、ところがあるんですけども、そのバランチさんでは、毎年ですね、完全無農薬のサトウキビを育てて、熊本オリジナルのですね、本当にしっとりコクのある味わいの、本当にとろけるようなそんな優しい黒砂糖を作ってらっしゃいます。もし気になる方いらっしゃいましたらですね、ぜひ
バランチさんで検索いただいたりとかで、今から植え出すんで多分できんのは結構先なんですよ、夏終わりとかね、だとは思うんですけども、熊本の足北の方にありますね、バランチさんというところが作ってらっしゃる黒砂糖、なんとね、どうなんだろう今年は、去年か一昨年はね、無印良品で売ってましたから、すごいですよ。なので、まあ、手に入る方はぜひ手に入れてですね、僕もどこに売ってるかとかまた調査したいというふうに思います。というわけで今日は何の日のコーナー、今日は砂糖の日をご紹介いたしました。2時間に1本動画更新、まだまだ頑張っていきます。今日は何の日のコーナーでした。後席さすがジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、セウスシャレです。2人合わせてシャネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、さすがジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいじゃん。いやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air Docom. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Docom. Your listening station is Good Air Docom. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.